皆さんこんばんは。 LOL 違うズボラ食堂の庄司でございます。ただいま大久野島、時刻は22時43分、約11時前ですね。で今日はですね、ズボラ食堂なので深夜の散歩という名目で動いたのかなと思っております。でね、一応この大久野島についてはバリバリカンペを見ますけど、大久野島周囲は約 4km で野生のウサギが600羽ほど生息している、別名ウサギ島だが裏の顔として毒ガス島とも呼ばれています。とこの島はかつ旧陸軍の化学兵器製造拠点として毒ガスの製造が行われていました。周4km の島には今も発電場や毒ガス貯蔵庫の跡が残り、当時の面影を残す戦争の痕跡が残されていると。昭和4年から終戦まで大久野島には毒ガスの製造工場があり、1929年から太平洋戦争後期である1944年までヴィラン剤、血液剤、催涙剤、オート剤、めちゃめちゃ何この気配、はい、どこまで言うた、ヴィラン剤、血液剤、催涙剤、オート剤など合計6600トン製造したと言われていると。この毒ガスを製造していたことは国家機密であり、それを秘匿するため大久野島は地図から消された島となっていた。日本軍が毒ガスを製造していたことなどから科学の実態は慎重に秘匿され、昭和59年まで旧軍関係者以外の日本人はほとんどこのことを知らなかったとされているそうです。ちょっと待ってね、めちゃめちゃなんか動物のウサギはいっぱいいるんやけど、なんかウサギで片付かへん気配がしてる。はい、でちなみになんですけど、この島には毒ガス資料館、毒ガス貯蔵庫跡、長浦毒ガス貯蔵庫跡、北部砲台跡、発電場跡、中部砲台跡などが残っていると。でここからです。ちなみにここではさまざまな例の目撃談があり、大久野島では未だ亡くなった人の魂がさまよっていると言われていると。廃墟を撮影すると心霊写真が撮れる確率が高い。白い服を着た、霊を見た、廃墟を歩いていると誰もいないのに足音が聞こえたり、子供の泣き声が聞こえた、防毒マスクをつけた作業員の姿を見た、自分が死んだという自覚もなく幽霊となってさまよっているという例の目撃談が多いということですね。ちなみに別談として1927年毒ガス製造が建設されるに伴い工員募集が行われた、毒ガス製造所であることは伏せられ、航空兵器製造技術者という名目で募集をかけたため6000人以上の希望者が殺到。毒ガス製造には陸軍や技術者、軍属、戦争後期には徴用工や学徒、動員なども従事し、男女合わせて延べ6500人ほどの人が働いていたという。しかし工場での労働は劣悪を極め、工員は防毒マスクや防毒スーツを着て作業していたが、当時の防毒マスク、防毒スーツは完全に毒ガスを防ぐことができず、隙間から侵入した毒ガスによって肺炎や気管支炎、皮膚病などを伴う工員が続出。中には毒ガスについて知識が全くない人もいて、労働奉仕の女学生たちは制服に鉢巻き、麦わら帽子の姿で作業を行い、ゴム手袋だけで作業していたという記録もある。毒ガス製造の過程で人身事故も多発、命を落とした人も数多くいる。犠牲者は後遺症で亡くなった人を含めると3000人以上とも言われているそうです。ちなみにこの毒ガス製造後遺症でお亡くなりになられた方の慰霊碑なども残っているということです。今なんかあたふたしとんなって思ってるかもしれんけどね、めちゃめちゃ暑いんですよ。マジで汗止まない。ウサギめっちゃおるんすよ今ね。こっちに向かってめっちゃ1匹走ってきてるんです。めちゃめちゃウサギさんやけど、こういうのもなんかもうこの入れた跡みたいなのを後で石垣で埋めました感すごいですよね。ちなみにね、この島来てからイノシシ3匹見てます。
注意書きがあって、イノシシに注意してくださいって、どないせっちゅうねんっていうね、タックルされた終わりやんけみたいな。はい、ということで、今ちょっと足跡多かったことない？マジか。こういう感じで気温31度でございます。暑いわ、これは暑い、汗止まらんわ。で、こんなとこで青のやつ記念撮影しよるんですよ、ここでね。なんかね、気のせいかどうかわかんないですけど、さっきからちょっとね、足音が多いような気するのは気のせいかっていう、若干。あ、ちなみにね、これ中国地方と四国の旅をしてるんですけど、きぬ、今完全に話し声、人いる？完全に話し声したと。まあ、この時間に歩いてるっていうのはそうそう考えづらい。え、あ、これだ、発電跡、ここです。このトンネルみたいなところから入っていくんかな。失礼します、今声聞こえたん、こっちじゃない？うわー、見て、すーご、失礼します、喫煙許可、どういうことや。ああ、中には入れないんだ、立ち入り禁止、これ人いないね、まず、まずそれ。うわー、最大照度、こういう状態です。入れないようにはなっている。あ、説明ある。この建物は大久野島で毒ガスを製造する際に電力を供給していた発電場と、ディーゼル発電機8機が製造され、いずれも重油を燃料。めっちゃ声するやん。で、風船爆弾の風船を膨らませ弱い部分を補修する作業、女学生が和紙をこんにゃくの糊で貼り合わせていた。いや、すごい、これなんやろ、ある意味この歴史遺産みたいな。まあ戦争時代言うてるか、そう遠前に使われてたのは間違いないんやろうけども、この奥もなんかあるな、あそこ。うわ、何？ちょっとそういう脅かしはやめてほしい。これ8、やばいやばい、8はあかん、8はあかん、マジであかん、すごいな。こんだけ山でも椎茸一つもあらへん、マジで。どうなってんねん、椎茸一つで安心する世界もあるんやで。いや、ほんま覚えといてほしい、椎茸一つで安心する世界もあるんや、椎茸一つで安心する世界もあるんやで、マジで。うお、もうちょっと8やん、これあかんあかんあかん。ちょっと待って、今、あ、うさぎあんたらか、かわいいかわいい、蜂いるから気ぃつけよ、うさぎ。こういうことでしょ、人はいないねんて、マジでいない、うさぎはおる。聞こえた、うさぎはかわいいけど、それじゃない、声がする、完全に声がする。
いや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 、ちょっと待った。今のはあかんやろ。ちょっとめっちゃ怖いんですけど、マジで怖いんですけど、完全にはっきり聞こえたやろ。ちょっと待って、もう一回だけ見てみる。いや、みんなに聞こえないかもしれないですけど、僕にははっきり話し声が聞こえるんですよ。ごめんなさいね、あっち行ったら蜂いるんで、こっちにとどまってます。もう一回話してもらっていいですか。ここなんですよ。この方角なんです。ずっとこの現地にいる僕から聞こえる声の方角って、ちょっと待った、びっくりした。今見て、耳元、これ取れてるかどうかわからへんけど、耳元ですっごいこのひそひそ話で、お母さんで聞こえたんですけど、うさぎと廃墟でございます。シャッタータイムちゃう、これウサギと廃墟ですよ。可愛いでしょ。ああ、お前は中入れるんや。不法侵入にはならへんねんど。ということでした。はい。今ちょっと待って、ちょっと待って、今後ろで笑った女の子いますよね。今ちょっと話しかけてもらっていいですか。僕は庄司と言いますけど、お名前聞かせてもらってよろしいでしょうか。できれば聞こえるように喋っていただけると嬉しいです。話し声、すいません、ありがとうございました。まあまあはっきりなんす、ここ。ちょっと待って、びっくりした。今完全に足音したでしょ。後ろ、ここ、こっち、バーンって、トンネルの中、マジでここで。お金も回るとかあるので、ちょっとここはこれでおしまいにしたいと思います。すいません、ありがとうございました。ということで、次神社の方に向かいたいなと思います。でそこにお客さんもいます、ね、キャベツ食べてるご飯中でした。うさぎのASMR。 おはよう。お腹空いてんねんな。もぐもぐ見てる。めっちゃ可愛い変形。ということで、このね、奥に神社があると
いうことらしいんです。で、先ほど説明したここの毒ガス製造をされていた方が後遺症でお亡くなりになられたと。その慰霊碑もこちら側にあるということで、もうまさにあれかな、千羽鶴か、すごい数だろ、こういう状態。あー、あった、慰霊碑だ。毒ガス障害自没者慰霊碑ですね。写真も撮っておきます。あった、これだ、神社。うっ、何？やっば、鳥肌。今のマジで何？これさ、こう多くの島、神社と殉職碑、従業員が社殿、多くの神社として現在に移転しました。なるほど。失礼します。ワーフル。昭和8年4月吉日。昭和8年ですよ。失礼します。うわ。ちょっと待った、今足音1個多かったやろ絶対。今筋ピキーンってなったわ、完全にここの筋がピキーンって。えっ、はい、でこれが多分本殿だ。もう倒壊しちゃった。なんで1個だけ揺れてんのこれ、ないですけど。わかる？こっち入れてないのに。これ風ないんです、マジで。しないものあるから、やっぱり来られてる方はいるにして。え、ちゃこいしてるけど、奥本殿はある。手前の社務所っていうか、このお祈り捧げる場所っていうのかな、神主さん、そこは潰れてる。で、お賽銭箱は残ってる。で、奥の本殿は扉が閉まってる。気配すごい。これちょっと待って、マジでマジで、1個だけめっちゃ揺れてる。未だにこれが揺れている。これね、皆さん、あのこのインスタライブ見てる方、これ覚えておいてください。全く動いてないこれ、これ覚えておいてください。他横にもあるんですけど、全く動いてないこれ、絶対に覚えておいてください。おかしな現象起こってます。味はありますよ。こっちはピターしてるでしょ。で、ここに殉職者の名前かな、書いてあります。読めないけど、裏側もびっしりですね。ちょっと一歩こっち側に、神社の外れになるのかな、ここに、これ、殉職碑。失礼します。とあります。
横から見た神社はこんな感じ。失礼します、写真すいません撮らせてもらいます。見える人には見えるかな、分からんけど。え、ちょっと待って、今見える人分からんけどとなんかかぶって男性の声がした。どっからか分からない。まあでもこういう状態です。見える人には見えるかもしれんけど、めっちゃ怖いんですけど。360度回すとこういう状態。もうカンカンっていうか、この物こいしたってマジか。ありがとうございました。はい、一旦これで。うわっしゃ、まあ、今の男性の声もうめっちゃ怖い。こういう状態、今帰り際男性の声。失礼しました。神社でね、あまり叫ぶのはよろしくないと。ちょっと待って、これもう色変わんの、これめっちゃ怖いでしょこれ。え、ちょっと待って、あれ見て、あれ見て。失礼します、風吹いてない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 。今見て見て。失礼します、今こいつバンバン。失礼します、すんごい揺れてた。そしてこれ、ちょっと待った、あっかん、これはあかん、ごめんなさい、ちょっと一回撤退します。今のはびっくりした、失礼しました。見て見て、ほらわかる、あんなことある。あるかな、今大丈夫やけど。うわっ、いやめっちゃ怖いわ、めっちゃ怖い、マジで怖い。ほんまにやめてほしい、ほんまに。そういうのは望んでない。なぜならこれはズボラ食堂だからです。で、僕ね、一箇所生き残しているところがあるんです。これ、幹部用防空壕跡。で、これも結局入れないんですけど。失礼します。え？こういう感じね。これは幹部用防空壕です。上に土を盛り、石垣で作られているの。入り口が2つ、左右どちらかでも逃げ込むことができる。防空壕の中は高さ2メーター、幅2メーター、長さ5メーター。半地下、かまぼこ用。なんのだ。で、その入り口がこれです。こういう状態。中から落としてる、こういう感じです。ちょっと待って、今コラみたいな声死に方、まあまあ中からのような気ですね。本って書いてる。ちょっと待って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 、聞こえました今、コラみたいな。まああそこね、中入れないんで、これ置いててもあれなんですけど、一応ここが幹部用防空壕ということでした。はい、ということで大久野島夜のお散歩でございます。
タイミングで撮り、はい、ということで大久野島夜のお散歩でございました。発電場跡と神社、それ以外にもいろいろあったけども、まあ気配が突然強くなる強くなる。やっぱりね、廃神社系はあかん。僕ほんまに相性悪い。なんか体感的にここにいたらあかんみたいな、そんな感じが強烈にしてくんので、あと発電場、あれは声、建物自体は歴史遺産みたいな感じじゃないですか。なんかおおすげえみたいな感じがするのに、生きた人の声みたいなのがはっきり聞こえた、あれ何っていう、まあまあな聞こえ方なんですよ。この LOL の撮影の中でもまあまあな聞こえ方なんです。しかも男性だけじゃない、男性と女性が話してる声、それは絶対に間違いないというような感じでございました。毒ガス製造の過程で人身事故も多発、命を落とした人も数多くいる、犠牲者は後遺症で亡くなった人を含めると3000人以上とも言われている。これだけ揺れてるの、これ風ないですけど、ちょっと待って、足音一個多かったやろ絶対、こういう状態。今中から音してる、ちょっと待った、お母さんって聞こえたんですけど、ということで、ズブラ食堂夜のお散歩いかがでしたでしょうか。もしこの動画が面白いなと思っていただいたら、ぜひチャンネル登録とチャンネル登録をよろしくお願いします。おっさんめちゃめちゃ喜びます。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。うさぎ島名物のうさぎの糞ソフトだそうです。早速いただきます。激どけくんどうだ、あんがあんがまあ4億か5億あれある、そうなんか多分あるどけすぎ。おかしい、おじさんの秘密兵器をやろうか。待ってるやろ、ちょっと待っとれ。せやろ、欲しいんだろ、餌でございます。はい、手かまんといてや。はい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 、もぐもぐっとる。はい、ごめんなさい、もうなくなったわ。さあね。